こんにちは、ガチャンです。むちゃです。今日は私たちの家であるこのキャンピングカーの紹介をします。実は現在日本一周中ですが、365日24時間というと引きこもりっぽいんですけども全然引きこもってないです。いろんなとこ行ってるわなんですけど、このキャンピングカーが家としてホームベースとして活動しています。うん、そのキャンピングカーの今回は外装、外回りを皆さんにご紹介しちゃいます。ね。はい。それでは見てみましょう。それではこちらが僕たちの家。まあ家を断捨離したので、こちらが家になっているオリビスユーロのユーロというので、ユーちゃんというふうに僕たちは呼んでいる。はい。ね。はい。こちらユーちゃんですが、私たち旅のお供としてユーちゃんって呼んでるんですが、果たして車なのか家なのか、よく車内とか室内とか言葉をね、選びながら紹介をしています。家という認識で私はいるんだけど、ガッちゃんは？いや、家だよね。だよね。でも車かな？で、オルビスユーのゆうちゃん、こちらバンクベッドがかなり高いです。高さが 3.1 メートルありますね。まずはタイヤ。こちらは、標準が195という横幅だったんですけども、215を履くことによって、耐荷重が増えたり、風の影響を受けにくくなったりという利点で215を今履いております。皆さんからよく聞かれるんですが、うちはガソリンを使っています。燃費はだいたい 5.8 から 7.8 ぐらいですかね。それと、この後ご紹介する発電機や、あと FF ヒーターと直結しているので、すごく便利です。ここに入る水は、シンクで使う水と、マルチルームのシャワーで使う水の入る入り口です。こちらのマルチルームが、この車体を購入する決め手となった一部になっております。まあ、主な要因だよね。そうだね。うん。トイレとシャワーがついていて、うん、中はガッちゃんの175センチでも立てます。こちらの部屋がリンス液投入口。そしてこちらが、おしっこのたまるブラックタンクの部屋となっております。こちら。おしっこがたまる部屋ですが、処理するためにブラックタンクが取り外しできるようになっています。この処理はいつもガッちゃんに頼んでしまっています。満数になると結構な重さがあり、私では処理ができないのです。取り外すとこのようになっています。身長158センチの私が取り出そうとするとこの高さになってしまいます。かなり重いです。取り出せません。身長175センチのガッちゃんが取り出してくれるとこのような高さになります。こちらの収納庫には基本的には車の装備や整備に関わるものが入っています。その問題があるので滅多に使えませんが、室内からボタン2つで稼働できます。とっても楽ちんにつけることができるよね。すごい楽。ちょうど見えにくいですが、ガッちゃんの手の先にグレータンクの排水口があります。こちらには RV パークに停泊した時やキャンプをした時に使うものが入っています。椅子なんかかなり重宝してるよね。すごい使う。意外とすごい使うだよね。最高、それ使わないと思ったけどね、うん。
わないと思っていたこちらサイドオーニングですが、意外と役立ちます。ただかなり広げると長いので、使う場所は選ばないといけません。ちゃんと場所が指定されていて、使える場所じゃないと使えません。こちらの2口のコンセントは使ったことはないのですが、左側のこちら外部コンセント、属して外コンと呼んでますけども、こちらは重宝しております。一般的な車の部分の電装品にかかるものがメインバッテリーに当たります。こちら家庭用のエアコンの室外機になります。この車の特徴であるバンクベッドの窓から手を振ってるむっちゃんがいます。おーい、わかる。一応機能としてはあるんですけども、実は一度も使っておりません。エントランスライトです。ちょっと昭和な感じがしますね。こちらゆうちゃんの玄関になります。私たちの家の玄関ですね。こうステップが出て、段差を低くした状態でこのように乗りやすくなっています。そして網戸も閉められるんですね。ほら。それでは次は家の中です。さあみんな来て来て、こっちですよ。うまく説明できない。ガチャいつもすごいね。そんなんで悩むなよ。こっちが頭痛いよ。いや気持ちいい。大変。わざとらしい。正しいのわざとだから。